どうもサノッチでございます。久しぶりのですね、お部屋からの配信なんですけども、今日は何かっていうとですね、まあ、実はツイッターの方で焼肉食べたいなーってつぶやいたら、うちのこういうものを食べてみてくださいって言ってね、送って、いただいたんです。案件っぽい感じに多分思うと思うんだけど、全くそんなことなくて、いただいたんだったらね、なんか動画とか配信にしたいなと思って撮ってる感じになります。はい、というわけでですね、はい、こちらですね、東京は、西麻布で、お店をやられているラ・ボンバンさん、ラ・ボンバンさんの通販商品になるみたいなんだけども、昆布締め牛タンという形で、やられてるものを送っていただきました。すごいねこれね、もうなんかさ、とにかくでっかいのよ、でっかいの。ちょっとね、照明がね、俺あんまり得意じゃないから綺麗に見えるかどうか不安なんだけど、とにかくでっかいし熱いの。はい、わかるかな、わかる、これわかるかな。まあ、ちょっとこちらの方をね、つまみに、ビールなんかね流し込んでみたらいいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ早速焼きましょう、楽しみ。はい、ではラ・ボンバンさんの昆布締め牛タン、それとですね、まあ食べ方は塩コショウ、まあ味ついてると思うんだけど、まずそのまま食べて、でレモンあって塩コショウあって、あとねこのネギのね、ちょっと味付けたようなやつ用意したんで、これを使ってね駆使していきたいと思います。じゃあ早速焼いていきましょう。楽しみ。あとでっかいのからいったらいいな。2枚いっちゃおうか。でけえマジで。俺あんまり焼かない人なんだけどな、どうしよう。先にちょっとねビールだけついておくか。食べたらすぐ飲みたいからね。あー、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。やば、これ絶対うまいよ。でっか、これハサミで切らなきゃいけないぐらいじゃない。一口で食べられるかしら。でもあんまり焼きすぎるとな、硬くなっちゃうしな、難しいところよね。ちょっとこれタイミングがわからん、難しいぞ、でかいからな。本当ならもう食いたい。いやー、ラ・ボンバンさん本当ありがとうございます。なんかね、私の動画は見てくれてるらしくて、ぜひねサノッチさんに食べてほしいって言って、ありがたいね。でこれ一皿で今このでっかいのが 1,2,3,4,5 まあ 6,7 切れ入って1パックなんだけど、3パックも食ってくれたの。もうあ、これいけ、食べちゃう食べちゃう、まだこっち行けっか。まずそのままね、やばーい、やばーい。はい、じゃあいただきます。まずそのまま。あ、うん、なんじゃこりゃ。こんなうまいわ、ダメだって、こんなのあかん。これぐらいのサイズがいいよ、多分。これはちょっとね、豪華すぎるわ。ちょっと一気に焼きすぎたな。じゃあその間にね、塩コショウでいってみようか。塩コショウするか。
塩コショウ。ドキャーだ。ドキャー。という間に終わるな。うまいね。こんなにダメだってこんなに。よし。で次ね、レモンでレモン絞っていってみます。いただきます。優勝レモン優勝、うんうん、もうワンパック目終わったわ。あと1枚次はネギをね、おネギをちょっと絡めて、これは一応ねネギに、塩コショウをニンニクごま油味の素入ってます。味の素最強だからね。はい、こんな感じです。じゃあいただきます。だからネギがめっちゃ包まれる。犯罪的。ああ、これはもうあれか、レモンとネギでいくか。レモンだけでも俺、あでもレモン、あとりあえず一枚レモンでいく。うまっ。焼肉食べたいってつぶやいてよかった。うん、これすぐ2パック目いきましょう。はい、じゃあね、2陣目持ってきました。まあね、当たり前なんだけど2陣目もでかい。はい、じゃあね、二巡目も焼いていきたいと思います。この大きさよ、これ。いや、これ結構でっかい鉄板なんだけどな。じゃあ、二本目、いただきます。いや、俺これ先に酔っ払っちゃうだな、三パック目いく前に。で、結構やっぱボリュームある。うん、レモンでいきたいと思います。レモンもうまいな。あ、うん、ツイッターやっててよかった。牛丼バズってよかった。これね、どんどん焼いていかないとダメだね。もったいないもったいない、うん、全部いっちゃおう全部いっちゃおう。いやもうね、500日本で結構来てるからね。よし、じゃあこちらの2枚できてると思うんで食べたいと思います。酔っ払ってんな俺。弱いんすよお酒、弱くなった仕事辞めてから。さあ何でいこう。レモンは必須。レモンとネギ。うまっ。
やばい、うまい。ラボンバンさんでこれうまいわ。俺はダメだって、これはあかん。レモンとやっぱネギがこれ最強だな。いただきます。うん、あ、うまっ。香ばしい、うまっ。うん、最高。ラストです。ワンパック 300g 入ってるらしいんで、これで600ですね。いただきます。ラスト。ごちそうさまでした。はい、本日はですね、東京西麻布にございますラ・ボンバンさんの昆布漬け牛タン、こちらね一応概要に、通販サイト載せておきますので、もしね、食べたいよっていう方いたらぜひね注文してみてください。ごめんなさい、普段お酒であんまり飲まないもんでね。というわけでですね、今回まあツイッターでねつぶやいたことでこういう形でね商品を送っていただいたラ・ボンバンさん、本当にありがとうございました。とても美味しかったです。はい、というわけでごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかった。それでは皆さん、チャオ、バイバイ、お疲れ。酔っ払った。